おはモーニング。なぜか、とんでもない寝癖がついてしまいました。坂村です。昨日ヘッドスパ行ってきたから、髪質改善されすぎてこうなったんかな。行くたびに絶対殴られて、気絶させられてるんじゃないか疑うくらい、秒で寝落ちして気づけば終わってるんだけど、今回、半個室タイプで隣におじさんが先にジョインしていて、水温で消せないレベルのいびきが轟いていたから、無意識保っていられたんだよね。水置いてあるとジャケで買っちゃうビールってあるよね。いびきガーガーモンスター同士、先に寝るか寝られるかの世界。そして無事会計時にクレカ止まってペイペイ残高でギリしのぎました。結構入ってる、重いよ。キャッシュレス派なので致命傷なんだけど、ボーナスを発掘。私はこんなところにお賽銭はしないんですけど、多分遊びに来てくれるたびに置いてあるから、みんなが坂村神社にお賽銭してくれてるのかもしれません。え、どのくらい入ってんだろう。めっちゃ入ってそうじゃない。全然出てこない。え、待って、お札入ってるんだけど。マジか。え、これ本当に知らなかった。え、これどうやって取り出せばいいの。ここ入ってるお札、え、すごい。やめてよ。すごいことだからね。まだお札入ってるんだけど、すごすぎる。あと5円がありえないから入ってる。え、5円しか出てこないんだけど。宝箱見つけた気分。お賽銭してくださった誰かさん、ありがとうございます。なんか取り出せるだけお札取り出したら、なんか結構いろんなお札が出てきましたね。これ本当にすごいことだよ。わかる？定期的に家の中から海外のお金が出てくる現象、何なんですかね。え、でもざっといくらくらいあるんだろう。これカウントしてほしいです。ちょっと計算ができず、まさかとは思ったんですけど、コードギアスの貯金箱があって、それ覗いたらいるんですよ。確実に諭吉いるんですよ。ちょ、見えますか皆さん。スマートフォンから見てくださってる方とかもいると思うんで、非常に見えづらいとは思うんですけど、ほらいるんですよ。あ、取り出せる。これもうビッグボーナスすぎるね。さすがにうまいもん食べに行きますか。割と緊急で動画回せレベルのロフォーよ。見てほしい、みんなに。見せる人いない。新しい、見て、めっちゃ可愛い手袋を買ってしまったり、キャットファーストっていうショコタンのブランドのかな、トレーナーも買ってしまいました。冬服はほんとずるいよ。可愛いデザインの多いんだもん。なんでアールなのかは知らんけど、パーカーみたいなと。確かにディズニーでもお土産買っちゃったからね。うん、見せたっけ。すごくない？ワンワン物語のあの名シーンを完全に再現できるものがディズニーストアで売ってたの。これ買うよね。映画の中のシーンを再現するために通常のパスタよりも長く作りましたって書いてあるんで、これが再現できるのね。うん、端から一緒にすすってくれる人募集します。猫様にやっぱね、買っちゃうよね。可愛くない？ニャンボールっていうミカのダンボール風の角トゲがあって、買っちゃったよね。爪トゲは消耗品なんで、これは無駄遣いじゃないと信じたい。できた。かわいい。鮭パフェパンが、はにゃんぽん。おいで、おいでそう。この曲最近 AI に曲作ってもらうのにハマってるんだけど、AI は作ってくれたんですよ。ほら、再生。シャキパピパンコワニャンパンパンカイコイサンゴ。この買い物が無駄にならなかったと信じたいです。詰めとくんだよ。ほら、バリ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 って感動です。早速使ってくれた。こういうおもちゃ使ってくれないことあるからね。可愛いんだけど。ナイスナイスです。家の中に食べ物がほとんどなくて、つまみも、うわ、ポテトチップスあったじゃんと思ったら、うわ、前買ったバスチップかよ。これ、すごくない？バスボムなんだけど、今からこのやばいチンチクリンな寝癖を直して風呂入って出かけよう。うん、ポテチじゃんね、もう。ちなみに、ピエンないとこにも使ってない服をメルカリして臨時収入ゲットだぜ。いつもよりちょっと高いけど、奮発して買った服ってもったいなすぎてなかなか着れずに時が経って値札もついたままってことない？後悔は死ぬほどしてるので、早く同じ服しか着ないスティーブ・ジョブズになりたい。ハドローに塗ったポテチ、マッシュポテトだね。ということで、全財産を握りしめ、前髪も復活し、向かった先は、北海道でおなじみの回転寿司、トリトン。雪国ファッションで着席。平日なのにオープン前から50人くらいスタンバイしてた。ちょっと強気の皿、いっちゃってもいいよね。つまみも美味しそうすぎる。そして、いろんな寿司ネタと二人三脚をしている縁側。ここは、縁側推しなのかな？縁側対決まで行われているのよ。誰かさんがめっちゃ喜びそうな寿司屋だなぁ。縁側。一皿目は、もちろんビールで。
グビグビっと、おいしい。これから迎え入れる寿司のために胃袋に黄金色の海を展開していくよ。早速サーモン3種盛り、ネタでかー。ここはネタが大きすぎてすすることになるってネットで見て、寿司ですする TV ってどういうことと思っていたけれど、今理解できたわ。おいしい。ミニ事情の鮭だ。ほぼ刺身食べているみたい。ビール足りるか心配になってきた。このネタの大きさだと25メートルプール1杯分ばかりのビールは必要になるんじゃない。イカ丸ごと刺身は肝を醤油に溶かして食べるんだけど、言葉にできない。あの夏にクーラーの効いた部屋でこのそうめんをすすって過ごせていたらと勝手に後悔始まってる。北海道ますます行きたくなってきた。まだ鮭日記では北海道遠征は出せてないんだよね。美味しい鮭とつまみとラーメンはもちろん、白い恋人も食べたいし、ワカサギ釣ったりマリモも収穫したい。あとね、氷のホテル泊まりたいんだよ。毎年予約戦争に負けて3年目、本物の氷でできたドームの中にある氷で作られたベッドの上で果たして快眠できるのかな。提供されるご飯も氷のお皿とかに乗ってくるみたいで、もう全部食材が凍っちゃうんだって。気になりすぎない？どんなに酒飲んで二日酔いになっていても氷の寒さで消し去ってくれそう。あまりに惜しいのでハートポーズ決めてる坂村です。最近嫌なことあって心のハートは折れちゃいそうだったけど、今日も頑張ろうと思える味。心の中のガンジーが助走をつけて殴るレベルで悲しい気持ちになった出来事があったの。仕事で撮影があったからいつも通りのナチュラルな感じでメイクしていったの。そしたらメイクちゃんとしてくれませんかって詰められて、シェーディングとかもっとしっかり入れた方がいいですようんぬん言われて、これこれこうしろって指摘されてしまい、薬局でね急遽自腹で揃えて、技術がないからも試行錯誤して頑張ったんだ。不安ながらもこれでどうですかって聞いたら、その方はスマホの画面見たまま一度もこちらを振り向かず、ああいいんじゃないって適当に答えてきて、しかもずっと TikTok 見てるのよ。どうでもいい会話ならいいんだけど、適当に扱われてる気持ちになって少し悲しい気持ちになったな。自分も子供の頃はご飯中とか話しかけられているにもかかわらずゲームして適当に答えていたこともあったから、お母さんもこんな気持ちになっていたのかなって改めて申し訳なくなった。それで負の気持ちがボルケーノしちゃったんだよね。客観的に抑えよう、静まれと思っても感情ってなかなか静まらないよね。たまに感情を全て捨てて AI になりたいなって思います。極力嫌なことは少ない方がそりゃいいんだけど、日々ちょっとずつ自分に負荷をかけて抗体を作っておかないと、たまに起こる事件で一気にダメージ食らってしまうから難しいところ。こういう時はうまいもん食って酒飲むしかない。沈んでる時は胸が詰まって苦しくて食欲もなくなるんだけど、それでも一旦お酒を飲むと気持ち少し楽になるので、酒うつにならない程度にたしなむのは逃げではないと思ってる。健康的ではない。ストレス発散なら運動とかの方が健全だって言われるけどさ、普段からジム通ったりしてない限り弱ってるメンタルで慣れない運動始めるのきつくない？日頃から運動しておくと飲む食べる以外のストレス発散の選択肢増えるからいいのかもね。とはいえ日頃からの運動ってもう走るのも憂鬱すぎて、夏からずっとランニングマシン物干し竿になってるからどうしたもんか。もうちょっと負荷が軽いもので何かないかなと思って、ピラティスなら最近流行ってるし敷居低いかなと思って、そういえば行ってみたもん。整体でも首硬すぎて融通効かない、電柱刺さってるみたいって言われたからちょうどいいかなって。ピラティスって道具を使うんだけど、昔の拷問器具みたいな感じで、また避けるしなーって危険を感じて、足もつったから体験だけでやめちゃった。体はふにゃふにゃ柔らかくなりたいけど、気まぐれクックでもさばけないくらい心の鱗は強化していきたいね。腹の中がチュラ海水族館になったので帰るかと思っていると、北海道物産展発見。もうここ北海道じゃん。ビールの飲み比べが目に入ったらスルーできるわけがない。札幌クラシック好きだー。左下の函館エールはちょっと酸っぱくて昆布茶みたい、ビールでジュースみたいって思うの初めて。ロイズのポテトチップスと合わせたら理想の放課後、人生で一度は食べてみてほしい。甘いとしょっぱいが融合して止まらなくなる危険ポテチ。ズワイガニクリームコロッケも超達。カニクリームコロッケはよく聞くけどズワイガニは聞いたことない。カニカマばかり食べてきた自分のバカ仕立ては違いがあまり分からなかったけれど、一つ言えることとしてはうじー、あんなに寒かったのに体がポカポカ、きっと取り飛んで久しぶりに温かいお茶なんて飲んだからかな。普段温かい飲み物めんどくさくて作れず飲まないけれど、空前絶後の抹茶ブーム来ているかもしれない。調子乗って雪組コートも羽織らず立ち寄った抹茶屋さんでソフトクリーム頼もうとしてます。しかもテレビでも話題の 99% 絶対むせる抹茶アイスらしい。むせないぞという謎の自信がある坂村です。抹茶 20% マシマシもあるっていうことはむせ好きが一定数いるってこと？かぶるとめっちゃ咳出る。うちの毛布着払いで送ってあげたいです。ってことでいただきます。オッケー。あれ？
通に行けるぞ、どれだか大丈夫そうという心配ご無用。口の中で抹茶クリッパー大爆発。普段なら買わないはずなのに、なぜかサンリオストアで買った500円の水に救われました。ケロケロケロッピー、ありがとな。なめ猫みたいに可愛い見た目してるからって舐めてかかると大変なことになる。死ぬ時ってこんな感じなんだろうか。唇の血色が抹茶に染まってもはやゾンビ。極寒。駅に着いた頃に食べ終えたんだけど、最後のコーンの底にトラップ仕掛けられていたの忘れていて、口から抹茶噴射するヤバいやつになってしまいました。調子乗って薄着でいたらちゃんと風邪ひいて、むせが止まらなくなったよ。おしまい。本日もご視聴ありがとうございました。せっかく入った臨時収入ももう残り小銭くらいしか残っていない坂村です。でもね、もうあそこのトリトン行けて本当に良かった。寿司の概念変わっちゃう。ネタが大きすぎて本当に刺身を食べている感覚に近いな。北海道じゃなくてもこんなに美味しいんだから、北海道の本店行ったらどうなっちまうんだと気になって夜しか眠れません。ほんじゃバイバイ。